そうだ、今日聖書の箇所言うの忘れてた。出してくれ。詩編の119編の71節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。詩編のダビデのね、言葉でしょ。苦しみにあったことは良かったって。俺ね、最初クリスチャンになった時ね、意味不明だったね、この言葉。苦しみにあったのは良かった。なんか神ムチムチながらピシンピシン、ね、もっとっておかしいよって。苦しみにあったことがなんでいいんだと。ね。でもね、7年人生生きてるとやっぱり苦しみありますよ。ね。まあ日本人がわかる苦しみ、4つありますよね。生きる苦しみ、老いる苦しみ、病む苦しみ、死ぬ苦しみですよ。生きることは苦しみ。でもね、これは中国から出てきた言葉で、本来はサンスクリットの古代インドのがルーツになっている。インドで苦しみって言葉使わないんですよ。思うに任せぬって言うんです。思い通りにならないことが人生にある。生きることは思い通りにならない。老いることは思い通りにならない。確かにね、老いること、俺だってこの美形の体、この美形の体、この美形の体、止めてくんない？今もトレーニングして週に5回トレーニング、腹筋毎回1000回。そうです。俺はナルシストです。自分愛してます。自分愛せないと人愛せないと思ってますから。だから鏡で見る自分にいつも褒めてます。お前はやっぱりかっこいいなって。俺おかしい、おかしいです。でもお前もちょっとやってみたら免疫力上がるよ。生きる、老いる苦しみってあるんだよ。こう見えても、俺だって髪の毛ジェルでバック、ね、ブラシで解いてんだけど、最近解くとブラシに毛がいっぱい溜まってんですよ。この毛は誰のなんだと。俺のなんですよ。ってことは、抜け始めてるわけですよ。信仰は濃いけど髪の毛薄い。ここの女の子は美容師なの。毎回俺に、この髪の毛が生えてくるスプレーくれるんですよ。全然効果ないまだ。この前濃厚なのくれて、俺もう手の指が摩擦するぐらいマッサージしてるんですよ。で、俺はいつユールブリンナーになろうか。いつスキンヘッドにしようか。でもまだ早い。でも俺がバーコードになり始めたら、もうこれは救いようがねえ。でもその際どいラインを今さまよってるんですよ。オイルっていうのはやっぱり髪の毛が抜けるんですよ。おしっこが漏れるんですよ。バイクに乗ってて、最近は200キロ行ったら200キロでガソリンタンク満タンなんですよ。それまで俺は満タンの膀胱を出さないんです。なんかどっかでやっぱりうさぎ飛びで膝を直せという時代に育ちましたから、膝を怪我したらうさぎ飛びで直せってもう考えられない。だからその体育系だからおしっこ我慢するわけですよ。そしてガソリン満タンって言って満タンのおしっこシューってやるわけですよ。しかし年取ってくると早くなるんですよ、おしっこが。ね。歯は抜ける。目が霞んでくる。老いる苦しみ。思い通りにならないんですよ。ね。生きる、老いる、病む、病気。これ思い通りになりませんよ。人間の体は万病の巣ですから、病のつぼみを内受させてます。免疫力下がったら、病のつぼみが癌の花を咲かせたりする。微妙なバランスで成り立ってるわけですよ。母親も80、2歳で2ヶ月前、癌で亡くなりました。ね、病気なんか一度もしなかった。病院なんか全然行かない人。でも行った時、もう末期癌だったわけですね。老いる苦しみ、病む苦しみ。ね、最後は死ぬ苦しみ、ね。これどうにもならないですよ。必ず死は私たちの人生に訪れますから。生きる、老いる、病む、死ぬ苦しみ。思い通りにならない。実を言うともう四つあるんですよ。愛別離苦というのがある。愛している人と別れ離れる苦しみ。僕はおじいちゃんおばあちゃん子で育ったんですよ。なんとなくわかるでしょ。おばあちゃんに愛されたんですよね。僕はよくローラースケートで外で遊んでると、やっぱりなんかこう、下痢をうまくコントロールできなくて、ちびったわけですよね。そしたら商店街のおじさんが、まあちゃん、うんこ出てるでって言われて。
あって言って、ほんで、俺泣いてーって帰ったら、おばあちゃん、うんこ漏らしてもうたーって言ったね。まさきここにおいでって、俺の日本名は岡田正幸だから。まさきここにおいでって行水してくれて、おばあちゃんの手に俺のうんこがついても、おばあちゃんは、いやーなんてやんなかったの。あんただったらやると思うよ。でもおばあちゃんはやんなかった。当たり前だけど。で、俺、愛の子、愛の子って言われて、おばあちゃん、愛の子ってどういう意味やねんって聞いたら、まさゆき、愛の子言うのはな、愛されてる子供や言う意味やって。さすがおばあちゃん。伊達に顔にシワつけてない。あのシワはまさに人生いろいろしまくらちおこ。山あり谷あり。あの差別用語を肯定、肯定的な、あんたは愛されているんやでって言ってくれた。逗子に住んでた頃、おばあちゃんが俺に会いに来てくれた。漁師の子供と遊んでたら、漁師の子供のお母さんがなんか、俺のこと嫌いだったのか思いっきりケツをつねった。もう青たんになった。俺びっくりして泣いて家に帰った。おばあちゃんが誰がやったんやって言って、その漁師に俺が連れて行って、ボロクソにその漁師のお母さんを叱ったわけですね。その時に俺に味方がいると思ったよね。そのおばあちゃんに小学校6年卒業するまで育てられた。両親は東京で暮らしてた。で、おばあちゃんが、まさゆき、あんたには東京に両親を探して東京に行こうということで、結局夜行列車に乗って、満員電車だから、床に新聞紙引いて、おばあちゃんと弁当食べながら、おばあちゃんは、まさゆき、私が死んだら泣いてくれるかとかね、なんでそんな演技悪い話すんねん。おばあちゃんそういう人なんですね。で、東京駅にたどり着いたら、父親と母親がプラットフォームに立ってる。おばあちゃんは、ハンカチで目頭を押さえながら僕と別れを惜しんでる。僕がそれを降りると、そのまた電車に乗っておばあちゃんは帰る。あの時、両親と住むことなんてね、何の喜びも俺にはなかった。おばあちゃんとこの裂かれる、その辛さ、愛別離苦って言うんですよ。愛している人と別れ、離れる苦しみ、ね。好きだった人と別れる。また愛してた人を亡くす、愛別離苦って。温蔵エク、ね、一緒にいたくない人といなくてはならない苦しみというのがあってね、まあ、早くこの人死んでくれないかなと。そしたら私、その保険で降りるお金でブティーク開くのにとかね、結局こいつがいるから仕事面白くねえんだと、こいつがいなきゃ俺もっと伸び伸びと働けるのに。温蔵エク、一緒にいたくない人といなくてはならない苦しみ。人間って厄介だよね。愛別離苦もあれば、温蔵エク、そして愚夫徳苦、求めても求めても求めても得ることができない苦しみ。僕はオリンピック目指してずっとトレーニングしました。1日7時間から8時間。僕の柔道の先生は岡野勲という東京オリンピックの金メダリスト、昭和の姿三四郎と言われる方。千の稽古を単と言い、万の稽古を連という、アメリカでサンボレスリングというレスリングで2回優勝し、柔道で全米の3位になって、そしてナショナルチームのメンバーに入ってた。しかし、首の骨を折ってしまう。そして、オリンピックに行けなくなる。また、勝つべき試合に勝てなかった。勝負というのは勝ち負けですから。ね。勝てば嬉しい、負けたら悔しい。それを通して違う意味での苦しみっていうのを体験しますよ。愚夫徳苦、求めても求めても求めても得ることができない苦しみ。業音浄苦、言葉に表せないため息の中に漏れる苦しみ。生きる、老いる、病む、死ぬ。この四つの思い通りにならない苦しみ。愛している人と別れ離れる苦しみ。思い通りにならない。一緒にいたくない人といなくてはならない苦しみ。そして求めても求めても得ることができない苦しみ。言葉に表せないため息の中に漏れる思い通りにならない苦しみ。この四つと四つ合わせて日本語で四苦八苦って俺に言わせんなって。四苦八苦っていうのはそこから来てるんだと。ね、結局人生四苦八苦ですよ。聖書の中にね、出てくる人物ってみんな神を信じてんだけど苦しみ体験するんだよね。アブラハムはアブラハムで子供ができない苦しみを体験する。ね、アダムとエヴァ、二人の間に子供が生まれる。カインとアベル。しかしカインはアベル弟を殺す。そこから人間の歴史が始まってるわけですよね。結局アダム、エヴァ、カイン、アベル、その後に神様はセツっていうのを与えた。そのセツからエノシ、ケナン、マハライル、エレデ、エノク、メトシュラ、レメク、ノア、セム、ハム、ヤペテが生まれ、
セムからアルパクシェデ、シェラフ、アベル、エペル、ペルグ、レウ、ナホル、テラ、アブラム。そこからヤコブ、ね、イサクが生まれるわけですね。そこからルベン、シミオン、レビ、ユダ、ダン、ナフタリ、ゴッド、オシュル、ゼブルン、イサカル、ベニヤミン、ヨセフ。俺は歩くバイブルブックって読んでくんない？いよいよそれだけど、ちゃんと一応読み通しますから。ね。そしてそのヨセフ。結局、ヤコブは子供できなかったけど、ヨセフとベンジャミンができたわけですよね。嬉しかったけど、兄弟たちはいろんな、ね、違うお母さんの子供だから、妬まれて、ヨセフは親に可愛がられてるのを妬んで、ヨセフ売られちゃうんですよ。売られて、エジプトに行って、そしてエジプトの奴隷になるわけですね。彼は忠実で神を信じてから一生懸命、ね、置かれた場所で忠実に使い、ある金持ちの、ね、家で使いったら奥さんが彼を気に入って、彼と寝ようとするわけですね。彼の服を脱がせようとするんで、彼はそんなことはできません。主人を裏切ることなんかできませんって逃げる。ジャケットを置いて。そしたら彼女が、キャーン！ヨセフは私をレイプしようとしたわって全然嘘つかれて、牢屋に入れられるわけですね。で、彼は夢見る賜物を持ってるわけですよ。そこで、検察官、ワインをテイストする王様に仕えてるやつと料理長が捕まって、なんか、失敗したから牢屋に入れられてる。彼らの夢を解き明かしたら、彼らは出ることができた。私のことを思い出してくださいって忘れられる。結局、人に忘れられる、裏切られる、兄弟からも見捨てられる。そして、忠実に主人に仕えてたのに、主人まで自分を見下す。でもある時、王様は夢見てそれを解き明かせない。その時に、自分の夢を解き明かしてくれたそのワインの検察官が、ヨセフならその夢を解き明かすことができますってヨセフを呼ぶ。そしたらヨセフはその夢を解き明かして王様の右腕になって、そのエジプトの飢饉を救うわけですね。そしてイスラエルの民族、イスラエルの民たちは食べ物がない、困り果てている。ヤコブは息子を使わしてエジプトから食べ物をもらってきてくれと、買ってきてくれと言ったら、そこにヨセフがいる。彼らはもう若い頃のヨセフは知ってくると、年取ったヨセフはあんまり分かんない。でもヨセフは分かってるわけですね。そしてヨセフはいろんな思惑があったけど、彼に、私があなたに、あなたたちに売られたヨセフだと、でも私を売ったことで自分を責めるなと、怒ったりするなと、神は私たちの民族を救うために私を先にここに使わしたんだと。かっちょいいこと言うよね。あんだけ苦しんでたのに最後はね、責めるな、怒るな、お前のやった悪いことを神は良いことに変えて、逆に俺らの民族を救うために、神はお前たちは知らなかったけど俺をこの地に使わせてくれたんだ、お前は売ったと思ったけど逆に神は使わせたんだという言葉。皆さん、世の中にはいろんなね、ことがありますよ。裏切られることもあれば、あの野郎と思うこともいっぱいありますよ。伝道者やっていろんな奴たちをね、こう育てたりしてると、ね、兄貴とかね、お殿とかね、なんかそういうふうにヤクザっぽい奴は言うわけですよ。でも大体そういう奴ってほとんど裏切るやつがほとんど。ね。結局、口では言うけど、やっぱり実践しない。でもね、そういう中でね、結局、被害者、加害者っていうのはあるけど、まあ誰が被害者、加害者っていうのは微妙なところだけど、大体裏切るやつっていうのも、両親に裏切られたりしてるから、自分の測る測りで人を測っちゃうっていう意味では、人間はみんな傷持ってるわけですよね。でもね、売り言葉に買い言葉やるとね、何のいいこともない。目には目をからは何の良いものも生まれないってガンディは言ったけど、結局ね、水に流すことなんですよね。でも水に流すのはなかなかできない。苦しんだことは良かった。それによって私は神のね、掟を学びましたって、この掟って堅苦しい言葉だよ。でもね、掟とか戒めっていうのはね、響きがあんまり良くねえよな。で、十戒ってのは私の他に神があってはならない。偶像を作るな、偶像を拝むな、偶像に仕えるな。安息日を守って聖なる日とせよ。みだりに神の名を唱えるな。父、母、敬え。
殺すな、姦淫するな、盗むな、隣人のものを欲しがるな。ね。十戒がある。これは守るためにあるんじゃないよ。守れない己を知るためにあるんだよ。ガラテヤ人の手紙の中に、十戒というのは守れる人はいないと。いかに俺らは守れないのかという心の鏡のために十戒はあるんだと。パリサイ人たちは、宗教家たちは十戒を忠実に守ろうとしてた。でも、その、戒めを成就するジーゼスが来た時に、ジーゼスは罪人たち、彼らが裁いてた罪人たちと飲み食いを共にしてた。娼婦やヤクザのような人たちと食事を共にしてた。それを見て、宗教家は信じられない。あんな奴と接するな。罪人と接すると罪が感染する、移される。だから奴らと一緒に飯なんか食うな。奴らお前なんかは教会に来れる存在じゃない。言われてたわけです。でもジーザスは、お前はウェルカムだ。俺は罪人を招くために来たんだからって、一緒に飯食った。そして彼らはこのジーザスに惚れた。宗教家なんかはクソくらいだったの。どこが違うんだ。生き様が違うわけ。有言実行、言ってることとやってることに説得力がジーザスにはある。ジーザスは、立法学者たちに言う、お前たちは白く塗った墓、偽善者だと。口先だけでは綺麗事言ってるけど、お前らの心の中はね、汚れでいっぱいだと。十戒というのは守れる奴なんていない。お前ら守ろうとして300以上のルールを作って、それを忠実に守ってるかのように言ってるけど、お前一番大切なことを見失ってる。お前が罪人であることをお前は忘れてると。この十戒の一番大切な戒めはこうなんだよ。私は新しい戒めを与える。心と思いと知性と力を持って、お前を作り生かし愛してくださっている神を愛しな。これが一番大切な戒めなんだよ。なぜかというと、この方はお前を愛してるんだよ。え、本当ですか？本当です。どこでそれがわかりますか？十字架でその愛は示されているんだよ。人の子ジーザスがともあなたのために命を十字架の上で捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人間が体験する愛は小さな狭苦しい次元の浅い低い愛。神が与える愛は greatest love has no one than this one man lays down his life for his friend. greater love 大きな愛。広い誰一人として漏れない愛。100匹の羊がいて1匹がないと1匹のために99を安全な緑の牧場に伏せ、その1匹のために命を投げ出して出かける愛。あなたもその愛に漏れることないよ。この愛はあなたへの愛でもある。あなたも漏れない。誰一人として漏れない。広い愛。それは深いどんな問題、罪を解決へと導き、高い絶望から希望へと引き上げる愛。この大きな愛が十字架の上で表されたんだよ。その愛を知る者は自分自身を愛し許していけるよ。なぜかというと、お前の罪を十字架の上でジーザスは許しているからだよ。だからこそこの方を愛せるんだよ。そして自分をも愛し許していくことができるよ。そういう人間は、周りの人を愛し許していく人間になるよ。自分が許せないのは、ね、許される体験をしてないからです。人を許せないのも自分を許してないからです。自分を許せる人間は、周りを許していきます。俺なんか人を裁く資格なんかない。ね、俺が許されているんだから、お前も許されるのは当然だ。だからジーザスの恵みっていうのはとことん 100% みんなに注がれてるんですよ。俺たちはどっかでね、行いしてなんか熱心さで救われようとするところがある。真面目に教会に行ってるからとか、聖書を読んでるからとか、祈ってるからとか、断食してるからとか、布教活動してるからとか、献金してるからとか、それらは本当は良いことなんです。愛と許しを知っていて感謝の気持ちでできるなら。でも、愛と許しを知らないで、それを通して愛されようと頑張るのは行いです。私たちは一方的な神の恵みによって救われるのです。それは自分自身から出たことではない、行いによるのではありません。一方的な神の憐れみ、恵みによって救われるんですと。今日が救いの日、今日が恵みの日、このアンコンディショナルなラブはあなたに今注がれている。空気を呼吸するように呼吸すればいい。人間はみんな問題持ってます。自分の蒔いた種によって。
また人の不条理によってまかれた種によって私たちは苦しむ存在です。聖書の中に放蕩息子が出てきますよ。ルカの福音書の中に出てくる。ある人に二人の息子があった。弟が父にこう言った。お父さん、財産の分け前をください。そうするとお父さんは息子とその弟と兄貴に自分の信頼を分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。30節、遊女に溺れたと書いてある。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が来た。今度はね、金がなくなる。遊び三昧で自分の蒔いた種によって苦しむ。今度は世の中のこの自然現象の中で食べるものがなくなる苦しみを体験する。大飢饉が訪れた。そこで彼はある人のところに身を寄せた。身を寄せる人を知ってたんだね。しかしその人は彼を豚を世話させる係を仕事をあげた。そして彼は豚の食べているイナゴ豆でお腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。要するに豚より劣ったものとして取り扱われる。ユダヤ人と豚ってのはね、後者豚は食べないですからね。豚っていうのはもうある意味ですごいどん底という意味ですよね。しかも豚が食べてるものまで食べれなくなるってことは相当貧困のどん底に行ったってことですよね。もちろん自分の蒔いた種によってその苦しみを刈り取ってる。世の中の不条理、また自然現象によって苦しみを味わってる。そして彼は一人ぼっちになった時に気づく。父のところにはパンの有り余ってる雇い人が大勢いるではないか。どん底に陥って身を寄せた人も自分を裏切る。動物以下の人間として取り扱う。酒飲んでギャンブルしてるとかみんな集まった。金がなくなったら一人去り、二人去り、三人去っていく。そして飢饉がやってくる。食い物もなくなる。どん底の時に父親の懐の中にあった金を目当てにしてた彼は気づく。どん底になった時に気づく。父のところにはパンの有り余っている、楽しそうに働いている雇い人が大勢いるではないか。なのに俺はここで飢え死にしそうだ。立って父親のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対しても、またあなたに対しても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の人にしてください、こう言おう。そして彼は立ち上がって父のもとに出向いていった。まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけたと書いてある。彼が父親を見つけたんじゃない。父親が彼を見つけた。親という漢字、頭で想像してください。木の上に立って見ると書く。息子が父親の財産をもらって旅立った時から、木の上に立って見ると書く親は、毎日のように木の上に立って、息子よ、俺はお前を愛してるぞ。早く帰っておいで。でも子供には旅をさせろ。今行ってもわからないならば、人生のいろんな体験をして、わかる時が来るかもしれない。愛は寛容であり親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。愛は決して耐えることがありません。まさに大いなる存在の愛を父親は表しているわけです。忍耐強く待つわけです。そして子供が、息子が親を見つけたのに、親が最初に息子を見つけた。息子ぐっちゃん、汚ねえな、豚の匂いじゃねえか。もう彼が父親に会いに行った状況、髪の毛はもうジェルで固めてない、もうドロドロ、アラミスの香水じゃない豚ミスそして豚の匂いがプンプンして、もうカルチェの時計は引き流し、ルイ・ヴィトンのカバンは誰かに盗まれる、レイバンのサングラスもどっかになって、なんか自分の欲しいものばっかり並べてるんだけど、結局もうボロボロの臭い姿で彼は父親のもとに行ったんですよ。
苦しんだ挙句、プライドを捨てて、ありのままの姿で立ち上がったんですよ。だから皆さん、ありのままの姿でいいんですよ。弱いまんまでいいんですよ。汚れたまんまでいいんですよ。俺はね、今も、そのデリバリーヘルスの女の子たちに毎月1ヶ月に1回メッセージに行くんですよ。みんな主婦ですよ。そして働きたくないけど子供のために働けざるを得ないんですよ。君そんなことやめなさいっていうのは簡単ですよ。やめなさいと言ったらその人の生活に面倒を見るのかって。誰も見ないですよ。そしたらね、彼らは働けざるを得ないんですよ。そこに行ってメッセージするんですよ。みんな泣きますよ。17人洗礼受けた。十字が担いで歩いているとブルックリンとかゲトの方が人の反応がいいんですよ。彼らの方が世の中分かってるんですよ。シャバでの生活の苦しみ分かってるんですよ。逆に世間体を重んじる奴らはね、守りで生きているから自分が汚れないで人を汚れさせてるだけで自分の懐を耕しながら人を踏み台にしてる奴らばっかりですよ。踏み台にされた奴は苦しみ、悲しみ知ってますよ。そして人を見抜く目がありますよ。ね、十字架担いで、あるとこ歩いてたら、ゲトーで、全く歯のない、赤いバンダナで自転車こいてるやつ。どう見ても薬中だと思ったよね。俺の前通り過ぎていく、はいなんて言って。そして、あれは薬中だな、日本でもああいうやつ、似てるやついたな、あいつとそっくりだなって言いながら、歩いてたら、やつ U ターンしてきた。ジーゼスがお前に献金しろと俺に言ったと言うんですね。財布から5ドルしかないのに、その5ドルを俺にくれるんですよ。なんか、すげえ、こいつたちの方が神の声聞くのかなって、まあ、半分はラリってるのかわかんないけど、半分は幻覚症状の中でジーゼス出てくるのかわかんないけど、ジーゼスは幻覚症状の中にも出てこれますからね。だからもう、娼婦館の前、十字架担いで撮ると、もう、朝仕事が終わってみんな外でコーヒー飲んで、娼婦館のラハブの、聖書の中に出てくるラハブのような、女性の親分肌の人が、あの人に献金あげなさいって女の子に言ってる。そのグラマラスな女の子が俺のとこに来て、あんたに献金よって胸元からくれるわけです。胸元からくれる。俺いろんな献金もらったけど、胸元からくれる。なんでこんなにあったかいんだろうと。これ心とボディの温かさだなと。でもね、なんか彼らの方が偽善的じゃないですよ。捧げてる。もう、教会の中での捧げ方をそのゲトの中でやってるかのようですよ。逆にああいう奴たちの方がもっと本質を見る目ある。罪人を招くために来たっていうのはジーゼスは分かってるんですよ。罪人は自分の罪に対して正直だと。ねえ、俺はどうしようもない人間だと。ある部分へりくだりがある。でも負けん気もある。ねえ、いろんな奴たちに利用されて傷つけられたから冗談じゃねえという思いもある。その両方葛藤している部分もある。聖書の中に鳩のように賢く、蛇のように悟ってあるけど、やっぱりそのバランスが必要ですよ。結局、そういう人たちの感性が。この放蕩息子も放蕩三昧、遊女に溺れ、金を使い果たし、人に裏切られ、人生いろいろ体験して、どん底に行った時に、彼は苦しみを通して死ぬ。苦しみにあったのはよかった。それによって大いなる存在の愛を知ることができた。彼は誤解してました。父親の愛を知らなさすぎた、ね、父親のそばにいながら父親がいかに自分のことを愛しているかわからなかった。旅をしてどん底に陥って苦しんで挫折して彼は父親の愛に気づく。でもそこを通らないと気づけなかったのかもしれない。父親は彼を抱き口づけしたね。汚ねえじゃなくて口づけしたんだよ。よく帰ってきたな。お父さん、私は天に対してもあなたに対しても罪を出しました。もうあなたの子供と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人でもいい。私を雇いの人にしてください、謙虚に。そうするとこの親父は語りに、早く一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。一番良い着物でこの子を着せなさい。私たちは罪深い汚れてるもんだけど、ジーズを信じると新しい衣を与えられる。それは王子としての衣だと。手に指輪をはめさせなさい。これは雇い人じゃない息子。足に靴を履かせなさい。今まで裸足で奴隷だったけど、こいつに靴を履かせなさい。さあ、子牛をほふって祝おうではないか。私の息子は死んでいたのが生き返ったのだから。ね、
苦しみにあったのがよかった。それによって私は神の戒めやもっと分かりやすく愛を知ることができた。またジーザスはこう言ってますよ。すべて疲れているもの、マタイの福音書、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首を安く、私の身は軽い。悪いけどどんなに金儲けてもあなたの魂は健やかに絶対なりません。一時的にハッピーになるかもな。でも儲ければ儲けるほど今度は自分のお金を守るためにいろんな違う苦しみを体験します。儲けというのは信頼できるものに流れると書きます。信頼に値する人間になることです。でも信頼に値する人間になるには自分を信頼して愛してくれている存在に出会わないと、本当の意味で人を信頼して生きていくことはなかなかできません。すべて疲れているもの、重荷を負っているもの、私のところに来なさい。今日あなたは疲れてませんか、重荷を負ってませんか、苦しんでいませんか。その苦しみはある人によって起こされた苦しみかもしれません。あなたが自分で蒔いた種によって刈り取っている苦しみかもしれません。でも苦しみは苦しみですよ。試練は試練、変わりない。でも私たちは自業自得か分かんないけど、世の中の不条理や自分が蒔いた種によって苦しむ人間なんですよ。神様はそのことを知ってんです。俺たちは心ぶれる存在なんです。罪というのはぶれて生きるということですから、愛の源から外れて生きる、命の源から背を向けて生きる、真理はお前を自由にする、自然体の源から背を向けて生きるから不自然な言い方するんですよ。そして心の中に生きているんだけど死の恐れ、不安、無力が破ってくる。俺たちの人生っていうのはあっという間に過ぎ去っていきます。でも今日が救いの日、今日が恵みの日、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きますとおっしゃったジーザスはあなたに永遠の命を与えます。私たちの体が朽ち果てて、まさにこの殻から魂が脱皮して蝶のように帰るべきところに飛んでいく、そういう時期が必ず来ます。人間は時間と空間に閉じ込められている。ただ魂だけは時間と空間を超えれる。矛盾なんですけど、あなたの体は朽ち果てていく、寿命はそんなに長くない、でも魂は永遠なんです。この二つが葛藤しているのが人間なんです。大切なのはあなたの魂を豊かにすることです。今は悔いを、ね、打つので、いろんな見えないところで悔いが届いてなかった。本来日本人というのは物事を丁寧にする国民です。でも資本主義の影響でしょうか、合理主義の影響でしょうか、人間の誘惑でしょうか、結局見えないところはね、中途半端にやってても誰も分かんねえんだから、こんなことは誰もそういうことを問題にしない。でも傾いたら問題にしますよ。そして結局はいろいろ調べられたら悔いが打ち込まれてなかった。ジーザスさんって言いますよ、二人の人が家を建てた、一人は砂の上、一人は岩の上、土台は見えない、建物は見える、そして見えない土台は嵐によって試される、雨がジャー、プレッシャーの攻撃がゴー、揺さぶる、さまざまな風が吹いてくる。砂を土台としては崩れ方は悲惨だった、岩を土台としては固く立つことができた。ジーザスは砂を土台とするものは愚かなもの、岩を土台とするものは賢いもの、砂が何であるか知りたければ岩が何であるか知れ、岩は私だと、お前の人生の土台に、俺はお前の人生の土台になるよって言ってる方、砂はそれ以外のものだ。たとえ人が全世界を手に入れても、地位や名誉や肩書き持っても、心の中に誠の命がなければ何の得にもならないんだよって、本当に損得で考えんなら、得する生き方を考えた方がいい。ジーザスはあなたの心に得を与えるんですよ。命を与える、豊かさを与える、人生の土台を与えるんですよ。今苦しんで揺さぶられているのはそのことを知るためにあるのかもしれない。今日が救いの日、今日が恵みの日。皆さん、今までこのこういうような話聞いたことあると思うんだ。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかった。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにした。
イエス・キリストの血気によってあなたの心の傷は癒されるんです。イエス様の流した血によって罪汚れ洗い流されるんです。死と復活によってあなたは許されるんです。すべて使われているもの、重荷を負っているもの、 Come unto me、 私のところに来なさいとジーゼスはあなたを招いている。キリスト教をやっても救いはないんです。キリストは救いがありますよ。だから大切なのはこのキリストを受け止めることです。キリストはあなたを掴んでいるんです。ありがとうございますと言えばいいんです。どんなにキリストのこの絆を切ろうとしても断ち切ることができません。俺は捕まっちゃってるんです。捕らえられてるんです。それが俺にとっては幸せなんです。ね。あんたのちょっとした罪によって神が離れるような野暮な神ではありません。ね。あなたのことを全部知ってます。隠してることも知ってます。全部知り尽くしてます。それでもあなたを愛してるんです。この方は騙せません。逆に正直に。俺は罪深い人間です。でもこんな罪深い人間を愛して十字架にかかってくださったジーザス、なんてもったいない、ありがたいことなんだろう。それだけでいいんだ。この方を信じれば、彼に信頼するのは絶対に絶望に終わることがありません。失望はあります。ちょっとした絶望感を体験することはあります。でも絶望に絶対にピリエット、終わることはない。俺が30の時に日本に来る前に、与えられた聖書の言葉、ロマ書の10章の11節。聖書はこう言ってます。彼に信頼するものは絶望に終わることがありません。失望はあります。挫折はあります。絶望感に浸ることもあります。でも絶望には終わりません。彼に信頼するもの。ジーザスは約束してくれています。今日が救いに、今日が恵みに、頭だけじゃない。勉強じゃない。心を開くことです。身を私はこの外に立ってた。誰でも私の声を聞いて、戸を開くなら私は帰ったことない。今日が救いの日、今日が恵みの日です。ぜひ、最後に僕は祈ります。僕は23歳の時に、心を開いてジーザスを心の中に迎え入れた祈りです。内容はこういう祈りですよ。イエス様、僕は罪人です。この世は僕のために十字架にかかってくれてありがとうございます。今日、あなたを、このハートの中に向かいます。入ってください。アーメン。23歳の時、僕はジーザスの歩みに戻るんです。その前から、ジーザスはもう僕を愛し続けてたんです。ただどん底に落ちて、挫折して上を見上げるしかなかった時に、目から鱗、物は心で見るんだよ。信仰のアンテナが広がられた。ですから今日があなたにとって救いの日、恵みの日、ぜひジーザスのハートに迎えてください。絶対損はしません。大いなる得をします。そしてこれからも問題人生やってきます。でも必ず乗り越えていく力を与えてくれます。ジーザスに信頼するのは絶対に絶望に終わらない。